こんにちは、東京ガリ番長のリーダーです。今日は鹿児島産のナスとパプリカを使って夏野菜のさっぱりチキンカレーを作りたいと思います。材料はこちらです。鶏もも肉、これはね一枚肉がいいですね。そして今日はカレー粉を使って作ります。パプリカ、まずねパプリカ入れます。油の温度が上がってるんで気をつけてくださいね。ナス入れます。ナスにねこうほんのり焼き色がつくぐらいまでは炒めたいですね。軽く焼き色がついたらボウルにね一度開けておきましょう。このフライパンにカレーパウダーと塩をまぶして2時間以上置いたものですね。鶏の皮の部分を下にして炒めていきます。ゆっくり低温から焼いていきます。でその間に玉ねぎを炒めていきます。ニンニク、生姜もね入れちゃいましょう。ニンニクのね青っぽさを少し取るぐらいまで、そしたらすぐ入れます。玉ねぎを入れたら塩をねちょっと加えます。で玉ねぎを焼き付けながら炒めますので最初はあまり動かさない、ちょっと多めの水を加えます。そうすると焼き色がついてた部分が溶け出して全体が茶色くなるんですよ。ここからは木べらを玉ねぎに当てて潰すようなねイメージで、さあこの間にさあいい色になりましたね。そしたらひっくり返して弱火で火を入れていきます。さあだいぶこうとろっとねしてきましたね。玉ねぎがね、トマトピューレ加えます。水分を飛ばしていきます。火を止めてカレー粉を加えます。フライパンの余熱を使って油としっかりなじませる。ちょっと鶏肉を見てみましょうか。こんな感じに焼き色がつきました。一旦これは開けておきます。そしたらこのフライパン、ここに鶏ガラスープを加え、ここでね一度煮立てます。煮立ちましたのでカレーの素に加えます。鶏肉ね食べやすい大きさにカットしたものをこの中に加えます。火をつけてしっかり煮込んで火を入れると。一番最初にね炒めていたパプリカとナス、そしてオクラ、ミニトマトね加えます。仕上げにねレモンをね絞ります。いやー美味しそう。夏野菜のさっぱりチキンカレー完成です。下準備として鶏肉に塩とカレー粉をまぶして2時間以上置く、まあ、それぐらいしっかり置いて味を中まで入れるっていうことなんですね。見た目もカラフルですしさっぱりとした味わいになります。ぜひ試してみてください。いただきます。